今回の PC フリーダムは人気急上昇中 Linux コンピューターメーカーのシステム76が開発するフリーの Linux ディストリビューション PopOS を紹介します。PopOS はここ最近とても注目されていまして、人気の高まってきている Linux ディストリビューションです。Linux 関係ではトップクラスの情報量を誇る distrowatch.com のアクセスランキングで2020年11月現在、本家の Ubuntu を抑え4位まで浮上しています。今回はそんな PopOS を PopOS の概要、ダウンロードとインストール、 PopOS を使ってみた感想の順で紹介していきたいと思います。PopOS は、アメリカの Linux コンピューターメーカーシステム76によって開発されている Ubuntu をベースとした Linux ディストリビューションになります。ちなみに表記する際には Pop の後にエクスクラメーションマーク、これびっくりマークですね、とアンダーバーを入れる必要があるようです。デスクトップにはカスタマイズされた GNOME が採用されており、主にシステム76によって構築されたコンピューターにバンドルされています。Linux はコミュニティベースで開発されるものが多い中、メーカーが OS を開発するというのは最近では珍しいですね。ハードウェアもソフトウェアも開発するというところはちょっと Apple をイメージさせますが、PopOS は、Linux ベースということもあってか無償で配布されています。システム76の公式サイトから PopOS をダウンロードすることもできるので、システム76のコンピューターでなくとも PopOS を使うことができます。今回はこちらからダウンロードして使います。で、PopOS のサイトには、翻訳すると PopOS はコンピュータを発見および作成するためのツールとして使用する、Steam およびクリエイティブプロフェッショナル向けのオペレーティングシステムですという一文から始まっています。ゲームやクリエイティブなユーザー向けであることを強調していますが、どうなんでしょうね。で、PopOS のページを見ていくと、できることとしてディープラーニングや、エンジニアリング、メディア作成、バイオインフォマティクスについてなどが紹介されています。ぶっちゃけ他の Linux ディストリビューションでもできることなんですが、 PopOS での、インストール方法や設定方法などが、ページに割と丁寧に紹介されているので、他よりも試しやすい環境になっているかなと思います。その他にも PopOS の特徴として暗号化やアップデート、プライバシーなどについて、また、Ubuntu との互換性やフラットパックについてなども紹介されています。なるほど。若干ただの Ubuntu フレーバーではなさそうな気配がしてきました。PopOS のダウンロードはサイトの画面右上に表示されているダウンロードのボタンをクリックするとダウンロードのウィンドウが開きます。こう何か書いてますけれども、 NVIDIA のグラフィックスをお持ちの場合は、専用の NVIDIA ドライバーがプリインストールされた ISO、 ISO を、ダウンロードしてくださいと表示されています。ですがこの時、自動的にですね、グラフィックボードが認識され、インテル、AMD のグラフィックボードを積んでいるマシンであれば無印が、 NVIDIA のグラフィックボードを積んでいるマシンであれば NVIDIA がアクティブになっています。ただしですね、インストールするマシンが違う場合、インストール先のマシンのグラフィックボードに合わせてダウンロードします。ですが、例えば無印をインストールしたマシンでも、後から構成を変えて NVIDIA のグラフィックボードを積んだ時とかですね、もちろん後からドライバーを追加することもできます。 PopOS のインストールの仕方を紹介するページの最後の方にですね、コマンドが紹介されていました。違うバージョンをインストールしてしまったりとか、後から構成を変える場合にはこちらを実行してみてください。で、ちなみにですね、 PopOS をインストールするのに必要なマシンスペックも表示されております。で、CPU は 64bit プロセッサー、 RAM は 2GB、 ストレージは 16GB 以上のものとなっています。で、ISO ファイルのサイズですけれども、無印は 2.25GB、 NVIDIA の場合は 2.57GB です。で、さらにですね、 Ubuntu ベースということもあって、現在では 20.10 と 20.04 LTS がダウンロードできます。今回は 20.10 をダウンロードしてみますが、ここら辺はお好みでダウンロードしてみてください。 ISO データが、ダウンロードできたらば、インストールメディアを作っていきましょう。インストールメディアは今回も MX-Linux の MX Live USB メーカーを使って作ります。ではインストールメディアができたので、早速インストールしていきましょう。
今回、PopOS をインストールするマシンは、以前 Amazon のセールで買った中華製 PC、ジャンパーの、EasyBook X3 にインストールしてみます。ちなみに、ジャンパー EasyBook X3 のスペックはこちらです。ダウンロードページにもあったようにセキュアブートを無効化させてインストールメディアから起動させます。ちなみにこのマシンで BIOS に入るには起動の途中でデリートキーを押すと入れます。で、まあ、すでにですねセキュアブートを無効化させてますし、あとブートさせるデバイスの順序もですね変更してあるので、まあ、そのまま起動させます。で、PopOS を起動させると、その名前の通りですね、ポップな雰囲気の、壁紙やデザインにまとめられています。で、以前はですね、Ubuntu と同じインストーラーが使われていましたが、現在では Elementary OS とのパートナーシップで構築、構成された独自のインストーラーに変わっています。またですね、多くの Ubuntu 系ディストリビューションで見られるお試しのライブ環境が、実は省略されています。で、全く試すことができないわけでもないんですけれども、ちゃんと用意されているお試し環境に比べて、より制限された環境でのみのお試しになります。で、さらにですね、Ubuntu や、派生のディストリビューションではですね、ほとんどがインストールの際にですね、ユーザー設定などをしていますけれども、PopOS ではですね、インストールの際には表示言語とキーボードの設定、暗号化ぐらいの設定のみで、インストール後にプライバシーとしての、位置情報の設定とかですね、タイムゾーンや、オンラインアカウントへの接続設定、ユーザー情報の設定を行うようになってます。ここら辺はですね、他の Ubuntu 系ディストリビューションとは結構違う感じをしますね。はい。で、まあ、ここに関しては好みや、慣れとかにも、よって意見分かれるところだと思いますが、設定がスムーズにできればどちらでもいい気がします。はい。で、インストールが終わったら初期設定をして使い始めます。先ほども触れた通りですね、インストール後にプライバシー設定、位置情報の設定と、タイムゾーンとか、オンラインアカウントの接続設定、ユーザー情報の設定を進めます。デスクトップ環境は、GNOME 3.38.1 と、最新のものが採用されています。で、このバージョンはですね、パフォーマンスやセキュリティが大幅に強化されている他にですね、UX、まあ、ユーザー体験といいますかね、ユーザーエクスペリエンスも大きく変更されています。で、モバイル OS のようにですね、ドラッグしてアプリを並べ替えたりフォルダにまとめたりすることが、以前よりも自由になったのが一番の特徴だと思います。で、これはですね、 Ubuntu 20.10 や、Fedora 33などでも同様になってますね。で、この、GNOME 3.38 に興味ある方のためにですね、動画説明欄にですね、リリースノートの URL を貼っておきますので、より詳しい内容を知りたい方はですね、チェックしてみてください。で、 Ubuntu ベースということもあり、インストールの際に使用する言語を日本語にすると日本語環境はある程度整っていますが、今回インストールしたマシンはですね、 US 配列のキーボードなので日本語入力についてはちょっと癖があります。日本語入力のモードをですね、ひらがなにして英語と日本語を切り替える感じで使います。まあ、ここら辺もですね、さらに設定に手を加える必要がありますね。で、これとは別にですね、ちょっと気になった点があったので設定画面を表示してみました。というのもですね、以前にインストールしてみた際にはですね、それまで気にしていませんでしたが、改めて見てみると Ubuntu や Fedora、まあ、OpenSUSE もですね含めてですね、その GNOME の設定項目より多くなっているように感じました。ここら辺がですね、カスタマイズされた GNOME ということなのかなと思います。で、さらにですね、カスタマイズといえばですね、ちょっと面白い機能が、スタッキング機能です。この話をする前にですね、簡単にですね、ウィンドウマネージャーの話をしておきたいと思います。で、OS がですね、グラフィカルユーザーインターフェース環境を実現する際には、コンポジット型、スタック型、タイル型の、3つの種類があります。で、 GNOME のウィンドウマネージャーはマッターというですね、コンポジット型のウィンドウマネージャーを使用しています。ちなみにですね、Vista 以降の Windows や、MacOS も、コンポジット型のウィンドウマネージャーになっています。で、スタック型のウィンドウマネージャーはですね、フラックスボックスとか、オープンボックス、アイスウィンドウマネージャー、JWM などの、超軽量な Linux ディストリビューションとかで使われているものですね。あと、ちょっと派手めなエンライトメントなんかもスタック型になります。ちなみにですね、XP 以前の Windows とかですね、クラシック MacOS もですね、このスタック型のウィンドウマネージャーでした。
で、タイル型ですが、オーサムとかですね、DWM、i3 といったエンジニアには非常に人気の高いウィンドウマネージャーで、コンポジット型や試作型とは異なってですね、ウィンドウオーバーラップ、つまりですね、重ねないで表示するのが特徴になっています。PopOS ではですね、GNOME デスクトップでありながら、デフォルトでですね、タイル表示させる機能が含まれています。いろいろとですね、キーボードショートカットを覚える必要がありますが、覚えてしまうとですね、マウス操作よりも相当早く操作ができるようになります。エンジニアを目指す人はですね、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。で、いじっていてですね、ちょっと残念かなと思ったのはですね、PopOS はまあ基本的にアメリカのディストリビューションということのためにですね、日本語にも一応は対応しているとはいえですね、すべてが翻訳されていないということです。例えばですね、右クリックのメニューなんかはすべて英語のままです。で、それほど難易度の高い英語ではないんですけれども、機能とかをですね、知らないと全くちょっとわからないかなと思います。ここら辺はですね、Ubuntu の日本語リミックスとかの方がですね、随分いいのかなというふうには思います。あとアプリケーションの追加や削除に使うこのポップショップっていうのがあるんですけれども、こちらはですね、 Ubuntu のストアよりもですね、反応が早い感じがしました。で、これはですね、よくよく読んでいくとですね、PopOS のワークフローに合わせて最適化されていて、でマシンの速度を低下させる大きめなパッケージをですね、デフォルトで提供することを避けているということにあるようです。ですが Steam とかですね、 Spotify などのような名前の通ったアプリケーションはデフォルトで用意されています。で、毎日ですね、ポップショップにお目当てのアプリケーションがなかったとしてもですね、そもそもデビアン系の Ubuntu をベースとしているので、で、またリポジトリも Ubuntu のものを使っているので、シナプティックパッケージマネージャーとかをインストールしていたりとかですね、フラットパックなどを使ってですね、追加することもできます。なので、まあ、パッケージについてはもう問題ないかなと思います。で、まあ、今回インストールしたマシンはですね、まあ、結構非力な部類に入るものだと思うんですけれども、 YouTube の動画視聴とかですね、ウェブサービスの利用についてはですね、そこまでストレスを感じるというものではなかったです。ですが、残念ながらサウンドデバイスが初期段階ではうまく認識してくれませんでした。ダメージ出力となってしまってました。で、ポップショップにてですね、この、ちょっといろいろ調べてですね、このマシンの、サウンドデバイスをですね、チェックしてみたらばですね、リアルテックのものが使われてたので、ポップショップにてリアルテックで、検索をかけた時にヒットしたパッケージですね、こちらをインストールするとですね、すぐに音声が出るようになりましたので、ちょっと一安心ですね。まあ、Linux 初心者だとですね、多分この音出ないとかになると結構びっくりしてしまいますね。僕未だにびっくりします。で、他にもですね、動画ファイルの再生などにもですね、必要なパッケージが、不足しているようなので、用途によってはですね、さまざまな手直しが必要になりそうです。という感じで PopOS についてまとめていきたいと思います。今まではですね、ブログでも見た目が違う Ubuntu としてしか紹介していませんでした。まあ実際ですね、 Ubuntu のリポジトリが使えるためパッケージの多くは同じものなので、違いがよくよく分かっていませんでした。ですが今回、PopOS はですね、他の Ubuntu 系には見られない特徴いくつかあるかなというふうに感じました。まずは2つのバージョンですね。PopOS には搭載されているグラフィックボードに対応する Intel、AMD と、NVIDIA のバージョンがあります。後から NVIDIA のドライバーを追加することもできますが、どちらか迷う場合にはですね、 NVIDIA を選ぶと良いかなと思います。で、次インストーラーですね。独自のインストーラーはとってもシンプルでですね、ユーザー設定などはインストール後に行うようになっています。あとプライバシーですね、これもインストールの時に設定できますが、デフォルトで暗号化が有効になっているので、お好みでここを設定してみてください。で、あとスタッキング機能ですね。コンポジット型の GNOME でありながら、タイル型のデスクトップを試してみることができるというのも面白いところですね。他にもちょっと今回は紹介しませんでしたが、通知をオフにするサイレントモードやゲーム関連の機能、独自で用意しているドライバーなどなど、他にもですね、たくさんの魅力があるということが分かりました。ただですね、デフォルトでは、素体のような状態なので、自分のやりたいことやマシンのデバイスによっては調整が必要なところは、ちょっと、初心者にはハードルが高く感じるかもしれません。ですがこれを機会にチャレンジしてみるのは面白そうですよね。で、何よりもですね、コミュニティベースで開発されるのがほとんどな Linux の中で、メーカーとしてディストリビューションを開発しつつ、ユーザーからのフィードバックも反映させるという、他では見ることができない開発スタイルっていうのも注目に値すると思います。それでもですね、 Ubuntu の焼き待ちに過ぎないという意見ももちろんあります。というかですね、実際に以前の僕は、そう思ってました。はい。
ですが、今年はですね、Ubuntu の LTS のベータリリースからですね、Ubuntu と Gnome を使う機会が増えたため、よりですね、違いをはっきり知ることができたかなと思います。今回改めて PopOS をしっかりと触ってみて、PopOS は素晴らしいという意見に賛同できるようになり、Ubuntu よりも注目されている理由が少し理解できた気がします。この動画を見て、PopOS に興味を持った方は、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上となります。今回も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。このようにこのチャンネルでは、世界中の OS を紹介したり、中古 PC やジャンク PC をいじってみたり、ラズベリーパイやレトロゲームで遊んだりしています。ちょっとでも興味を持っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また同じ PC フリーダムの名前でブログと Twitter もやっているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。 PC フリーダムの小田島でした。